ただいまより2022鈴鹿選手権シリーズ第3戦カートレース in 鈴鹿アバンティクラスの表彰式を行います。それではご登壇いただきましょう。見事優勝カーナンバー17番原田カートクラブ絆米川直弘選手、おめでとうございます。続きまして第2位カーナンバー23番アッシュ渡辺亮選手、おめでとうございます。第3位カーナンバー29番東高スポーツ with KC 長原小川翔吾選手、おめでとうございます。どうぞご登壇ください。それでは3選手まずトロフィーを手にお持ちください。フォトセッションを行います。米川選手、久しぶりの表彰台、一番高いところ、ご気分はいかがでしょうか。去年は、ね、いろいろ悔しい思いもしましたが、今年は、ね、3位1位とランキングトップ、素晴らしいですね。そして第2位渡辺選手も去年から通算しても最上位、小川選手は前回の悔しさを晴らす第3位でした。よろしいでしょうか。では改めてご紹介します。アバンティクラス優勝米川直弘選手、第2位渡辺亮選手、第3位小川翔吾選手でした。おめでとうございました。